それ今日あれだな、まあ、飯食ってないの今日、ね、飯食ってないんだ。あ、どうもこんにちは、池田です。お久しぶりでございます。今日ね、こうソロで撮るっていうのは超久々なんですけども、今回はですね、題名にもある通り、CM でもよく使われるジャズの曲5選、ということで、これから先ですね、クロートの方とかプロミュージシャンの方はもう知ってるぞとか、何言ってんねん池ちゃんみたいな話になっちゃうんで、お断りです。はい、改めて、あまりこうジャズってじゃあそもそも何なんですかとか、どんな曲有名なんですかねみたいな、あ、それジャズだったんですねみたいなのを知っていただいて、よりジャズというものを身近に感じていただきたいということが今回の趣旨でございますので、いやいや池ちゃん、もうその曲もう何十年前の話よみたいな、そういうの受け付けませんのでご了承ください。はい、ということで、ですね、5選なんで当たり前ですけど5曲なんですけど、1曲目ですね、Take 5ですね。これ今流れてますね。これ実はまあ CM で疲れたと歌ってるぐらいなんで、何の CM かっていうとアリナミン V ですね。ちょっと僕も見てみたいなと思うんですけど、あ、これですね、ちょっと超古いですね CM ね。ただなんか実際のそのアリナミンは知ってるけど Take 5は知らないっていう人がすごいいるんですけど、アリナミン V を入り口に Take 5を知っていただくと非常に面白いと思います。で、アリナミンができた頃の曲かっていうとそうではなくて、 Take 5っていう曲は、まあ、5拍子でこう演奏するから Take 5みたいなところもあるんですけど、1960年に、ポール デズモンドさんという方が作られて、で、その翌年の61年に大ヒットして有名になった曲ですね。まあジャズの、まあ、いわゆる、まあ、曲って、まあ、こう受け継がれていくものなんで、逆に言うと、まあ、50年以上前にできたものが今でもこう演奏されてるっていうのはすごいことだなとは思いますね。で、5選中の、はい、第2選2曲目ですね、In the Mood という曲ですね。作ったのはジョー・ガランドさん、1939年、39年ですよ。何年前、計算できない。グレン・ミラー楽団っていう、まあビッグバンドがありまして、そこで、こう演奏されて有名になったという曲で、 CM で言うとトリスハイボールですね、の CM ですね。吉高由里子さんがやってる CM、 これか。あ、なるほどね、このなんかトリスくんっていう。でも実際これトリスハイボールでこう目いきますけど、曲はこうちょっと盛り上げる感じの、いわゆるまあその頃の当時のこうほとんどアレンジ多分一緒だと思うんですけど、こう流れてくるっていう感じで、まあお酒がね進みそうな曲だなっていうイメージですね。In the Moodでした。はい、ということでジャズの曲第3選目ということで、3曲目ですね、 Fly Me to the Moon ですね。これバート・ハワードさんっていう方がもともと作って、その頃は In Other Words っていう曲名だったらしいんですけど、その後ですね、フランク・シナトラさんとかが解体をして、で Fly Me to the Moon っていう曲になったみたいです。今著名な方で歌ってるのと宇多田ヒカルさんとかすごい有名ですね。宇多田ヒカルさんが歌ったらもうさ、それはもうあれですよね。で実際にその Fly Me to the Moon ってはいはいはいみたいになる人って結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱあとは新世紀エヴァンゲリオンの中で使われたりとかもしてましたけど、 CM の流れで言うと、サントリーさんのお酒の CM だったりだとかですね、あとは ANA ですね、飛行機の曲でも CM 使われてまして、この ANA で使われてるのが、うちでも出演していただいているギラジルカさんという、方がいらっしゃるんですが、その方が歌って、実際に歌ってる CM っていうのも流れてる、まあ、今は流れてないか、はい、っていうので有名になった曲でございます。 Fly Me to the Moon ね、僕イメージで言うと喫茶奏でにもあるんですけど、喫茶奏での宇多田ヒカルのレコード版に入ってたんじゃないかな、入ってないかな、入ってなかったらごめんなさい、はい、っていうぐらい、まあ、結構みんな聴いてる、あ、そういう曲かみたいな、 Fly Me to the Moon みたいな感じの曲ですね。ご存知の方はぜひ聴いてみてください。はい、ということで、第4選目ですね、4曲目なんですが、もうこれ言わずもがなですね、 My Favorite Things ですね。
リチャード・ロジャースさんが1959年なんですね。僕ギリギリ生まれてないかな。そんなことないですね。はい、ということで、59年作った曲でですね、もうこれそうだ京都へ行こうとか、まあ、JR 東海さんの CM とかですね、あとは誰が歌ってるっていうところで、すげえいろんな人歌ってるんですけど、一昨年ですね、城田優さんってあの方が歌ってる動画が YouTube に流れてるんですけど、それなんかまあ後ろで弾いてるのがあのうちの今出ていただいているミュージシャンの方々勢揃いでやってるんで、まあ、やっぱり城田優さんがね歌えばやっぱりはいはいマイフェイバリットシングルですねみたいな感じになるような気はしてます。もともとサウンドオブミュージックっていうミュージカル映画ですかね、あれね、ミュージカル映画であのこう来てはいるんですけど、まあ元の曲知らなくてもね耳にしたことあるよその曲みたいな曲ですね。うちに出てるミュージシャン、先ほどの話、翔太優さんのくだりにも言いましたけど、あとは西村千恵さんと井上芽さんのデュオでは、まあ、ほぼ毎回やってくださる曲ですね。変態デュオなんですけど、あの二人がやってるのもそうですね。はい、ということで、5曲目、最後ですね、ワンダフルワールドですね、この素晴らしき世界ということで、ニッチもサッチモさんの、あれですね、サッチモですね。ルイ・アームストロングさんが作りました曲でございまして、これはですね僕も個人的にめっちゃ好きな曲なんですけど、 CM でっていうとセコムさんですかね、セコムさんがやってる曲で、ミーシャさんがね歌ってる What a Wonderful World、 僕さっき見つけてちょっと聴いてて感動しちゃったんですけど、これやばいっすね。これちょっと僕普通になんか聴いてみたいなっていう感じなんですけど、あのワンダフルワールドはですね、僕がですね、まあ元々六本木のサテンドールというところでずっと働いてたんですけど、誰だったっけな、ちょっと覚えてないんですけど、すごい頭に残って初めて聴いた曲で、すごい頭に残ったんですよね。でそこからまあ今でも結構夜、今ここワンダーウォールなんですけど、夜あの一人でワンダなんか結構へこんでる時にこの曲聴くと、結構勇気づけられる一曲ではありますね。うん、やっぱりあのなんつうんですかね、こう壮大感とかなんかこう自分の考えてることってちっぽけなんだなみたいなのをすごいこう改めてね後押ししてくれるというか、頑張れよイケちゃんみたいな、そんな感じをねあのサッチモからいただいているような感じでいつも聞いております。はい、ということで、CM で、使われている有名なジャズの曲5000ということで、今回本当にまあ、僕こういう仕事なんで、はい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 っていう曲でしたけれども、紹介させていただきました。ですね、どっかで耳にしたことあるなっていう曲、こういったあのジャズライブにね来ていただいて、まああのーあ、それ聞いたことあるっていうような曲とかもかなりライブでも流れてますんで、まあ、ぜひね足を運んでいただきたいっていうのもそうだし、今コロナ禍なんでなかなか足運びにくいなっていう人も YouTube とかで今 CM なんかで調べると結構出てきますから、そこからかなり掘ってね、あ、ジャズってこんな曲やってんだ、あ、これってジャズだったんだみたいな一助になったら、すごいこれを作った意味があるかなとは思ってますね。でもその中でもね、やっぱり、ワンダフルワールドもそうですし、まあ、マイフェイバリットシングルスの中で出てきたね、そうだ京都へ行こうみたいな、そうだ京都へ行こうってめちゃくちゃキャッチーなフレーズだと思ってるんですけど、そうだ京都へ行こうで僕今思い出したんですけど、そうだ飯行こう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。